そういう時は黙ってはいはいってうなずいておけばいいんですよ。それでね、投票所に行って田中角栄って書けばいいんです。本当に怖かったんですよ、田中角栄って。本物を知ってる世代がいるわけじゃないですか。最初の演説のシーンで全然見えねえじゃんって思われたら、もうそれでもうね、作品としても成立したくなっちゃうし、これが織田信長とかだったらまた歴史上の人物だから、なんかいろんなやり方ができると思うんですけど、田中角栄ってこの前までいたし、とても偉大な人で、みんなに好かれて小学校卒業して総理大臣になって、ここまで慕われてる政治家ってもなかなかいないと思うんですよね。そんなの、こんな平凡な俺が何ができるって言うんだと思って。大平、あんたには学歴がある。大蔵官僚だった自尊心も人脈もある。だが俺には何もない。学歴も官僚だった実績も親父が政治家でもない。しがない百姓のせがれにはこれしかないんだよ。僕、その若郎さんって何回か出させていただいてるんですけど、中村さんっていう作演出の方が、僕が出るたびに若郎の節目になってるって言ってくれてるんですよ。明けない夜っていう作品をやった時に賞をいただいたりとか、パブリックリレーションズっていうのに出た時に評論家の方が声をかけてくれたりとか、とにかく僕に弦を担いでくれてるっていうか、こいつとやると何かあるんじゃないかみたいなことを期待していただいてるんですよね。田中角栄のオファーを受けた時は、俺やるんですかってちょっと難色を示したことがあって、でも作演の中村さんが、これは俺にとってもチャレンジだと、誰も今まで演劇界で田中角栄を取り上げたことは聞いたこともないし、やること自体がすごくチャレンジだ、だから俺は一馬と心中するつもりでやるって言ってくれたんですよ。そんな言葉をかけられて、絶対この人を男にしなきゃダメだと思って、もうだからそういう意味でなんか気合の入り方も半端なくって、でもその努力が結果お客様に伝わって、そういった評価をいただけたんだなとは思うんですけど。石橋さんに入れるって約束したのに。男の約束だ。他のやつは裏切っても大きな裏切らないよ。これも本当に僕の出来上がりはすごく遅かったんです。すっごく時間かかって、でもそれでもノブリが待ってくれたんですよね、中村さんが。いやーすごいなと思って、やっぱそれ田中角栄に見えたっていうのも、結局周りの役者が田中角栄として扱ってくれたから、僕が田中角栄でいられたっていう、まあ、もちろんその中身もいろいろやりましたけど、でも結局は作品として成立させてくれたのは共演者であり演出家であり、音を鳴らしてくれてる人だったりとか、照明作ってくださってる方だったりとかするので。蒸気を全て電気に変えたんだ。それで廃線寸前だった調節を見事に立て直した。すごいだろう。あら、すごいじゃないですか。いや、佐藤や西村じいちゃんが手伝ってくれてからね、俺だけの力じゃないよ。あの作品をやってからつながった人がとても多いし、あれをすごく評価していただいて、事務所にも入ったりとか、こうやってね取材していただいたりとかしてるの、本当に僕の中でもすごく大事な作品ですよね。そうでしょ皆さん、これが自由経済であります。